私の時を導いていってください。感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆様の取りなしとご献金を心から感謝いたします。1月の26日からトルコ航空で、トルコ、経由で、日本に戻ってきました。前回夏の白馬キャンプに参加させていただいたときに健康診断を受けまして、その時に大腸がん検診も受けたんですけれども、それで1回目は大丈夫だったんですけれども、2回目が陽性が出てしまいまして、精密検査ということになって、本当に動揺してしまってですね、すっごく感謝して、このことが起こったことも本当に感謝しますっていうふうにお祈りしていたところ、殉教生会というのが2月の5日にあったんですけども、長崎の、いつもオンラインで見ているんですけども、とてもすごく御臨在が素晴らしいので、特に霊下が素晴らしいので行きたいなっていうふうに思っていたんですけども、今回導かれまして、主が呼んでおられるっていう言葉を3回いただいて来ることができました。またブラジルにおいては孤児院の土地がありまして、協力者が8人必要なので、そのために今協力者を求めて、活動しております。さらにインターネットを通して女の子と知り合いましてですね、カウチサーフィングっていう雑魚寝をさせていただけるっていうサイトがあるんですけども、そこで知り合った近所のに住んでる方と知り合いまして、福音を述べ伝えたところ、イエス様を受け入れて、また礼拝にも家族を連れてきてくださり、お母様が娘さんが救われるのを祈っていたということで伝えてくれてありがとうというふうに感謝されました。さらに私は日本語でブラジルに関するブログを書いているんですけれども、この頃不思議なことに日本語なんですが、ウクライナからアクセスがすごい来てですね、どうしてだろうと思いながら、何を書いたらいいのかなと思いながら祈りつつ書いています。さらに5月、11日まで滞在いたします。がんの精密検査は23日に受ける予定です。もう何もないようにどうかお祈りください。それではお祈りいたします。天の父様、この証の時はありがとうございます。感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんにちは、エルサレムです。今日は御心を歩むを賛美していきます。
心を歩む道こそ私たちの歩む道、勝利を手にした歩みは主の栄光が輝く私の前にはイエス様、私の手を引いてくる主の手を握りしめて歩こう、天の国へ帰るまで十字架から復活へと、死をも打ち砕かれた主の勝利を信じ続けて歩む、天の国へ帰るまで、天の国へ帰るまで。ありがとうございました。お手押しできる方はお出しください。主がシオンの繁栄をこの通りにされる時、私たちは
輝く希望に満ちた未来が今見えぬ喜びあふれる心ただ感謝捧げる
雨が降り注ぐ地を潤す聖霊の雨全地に満つ十字架の示された道を一歩進み二歩進み退くことなく進んでいきなさい。あなた方はその時共にいる私の働きを見ていくだろう。この教会の開拓当初に主が語られていたことにおいて、特にこの世界経済が非常に厳しい状況の中で、この海外宣教の働きを祝福し、この世界宣教の道を開くと語られていたことは、この21世紀、この豊かにこの世界宣教はこの成就していくと主が言われます。さらにこの示されるところに従い進んでいく中で、私の働きを私は広げていこうとしなさいます。この主がこの語られる地においては、この信仰を持って祈り踏み出していきなさいとしか言われます。人間的に不可能と思われたとしても、神の言葉の時にそのドアは開き、あなた方を使わすとしか言われます。私は私の技を進めていこう。あなた方がなすのではなく、私がなすのであるとおっしゃっています。あなたとは従っていきなさい。良き知らせを述べ伝える、その福音を述べ伝える足というのは、この豊かに祝福され、必要な経済は満たされ、送り出されていくとしか言われます。この道は勝利。主よ、あなたに信頼。天の様、予言の言葉をありがとうございます。また証と特別賛美をありがとうございます。さあ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神の主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。皆さんこんにちは。インターネットの方々こんにちは、こんばんは、おはようございます。1分動画ができてますので、まずそれから見ていただきたいと、こういうふうに思います。Now we are going to watch a 1 minute video。 皆さんこんにちは。今日のテーマは天国と地獄です。旧約時代、人が死ぬとその霊は黄泉に行きました。この黄泉は新約聖書ではハデスと呼ばれ、地獄と訳されています。旧約時代は地獄とは限らず、死んだ人々が行くところを指します。黄泉は天国的な場所であるアブラハムの所と、地獄的な場所であるハデス、そして大きな淵の3
して千年王国が始まると、すべてのクリスチャンが御霊の体で千年王国に入りますが、反キリストに従った者たちやその子孫で救われた人々は血肉の体なので、死んだ後霊の形で空っぽになった天国に入ると思われます。千年王国が終わり、最後の審判の後、世界は新天新地に変わり、神の国である新しいエルサレムが天から降りていきます。ヘブル人への手紙11章10節には、固い基礎の上に建てられた都がありますが、この都はまさに聖なる都、新しいエルサレムのことです。新しいエルサレムは神が設計された都で、アブラハムが待ち望み信仰者たちが憧れていた天の故郷であり、私たちの故郷です。それでは、はい、どうもありがとうございます。天国とか地獄に関してはね、クリスチャンは意識してるんですが、細かく説明されたことがあまりないんですね。ですからよく知らない方が多いんですが、旧約時代ですね、死んだら黄泉に行きました。これをハデスって言います。ですから黄泉はハデスっていう表現を使ってるんですね。そしてそのハデスには2つ部分があって、アブラハムの懐ですね、まあ、あの天国的なところだと思ってください。神様を信じた人はこっち行く。それから地獄的なところで、まあ、ハデス、まあ、ハデスなんですけど、地獄的なところもハデスって、こういう形になります。ですから信じてない人はこっちに行く、こっちに行くんですね。そしてですね、イエス様が来られて十字架にかかられて復活されたときに贖いが完成したんですね。ですからその直後、新しいエルサレム、まあ、これが天国ですけれども、これができます、できました。そしてですね、十字架を信じたクリスチャンはすべてこちらに、そしてアブラハムの懐にいた人もこちらに移行しています。これが天国です。あのイエス様は言ってますよね、またヨハネの福音書の14章で、これから家を備えに行く、ね、家を備えに行くっていうことは、この時代にはまだそれがなかったということを表します。これですね。そしてですね、ハデスはこのまま継続します。で、当初黄泉という意味だったんですが、地獄という意味も今は持ってますですね。そしてですね、再臨が起こった後、千年王国に入ります。その時にですね、地獄が現れてきます。ゲヘナですね。もちろんこの時にあったから最初からあったのか分かりませんが、はっきり出てくるのはここですね。これが地獄です、ね、でそこに2人投げ込まれます。反キリストとそして偽キリストですね。あ、それから黄泉にもう一つ深い淵ってのがあります。でこっちからこっち来れないし、こっちからあっちに行けないということになっちゃいますね。だからここ行ったらもう最後だと思ってください。そしてサタンはこの時にね、深い淵に投げ込まれるって言ってるんですが、もしかしたらここかもしれないということをね、ある公開する方が言っております。そしてですね、最後の審判がやってくるわけですね。でここまでノンクリスチャンは裁かれていません。それでハデスにいるんですね。ハデスは地獄じゃないんですね。ただし地獄的なところで、犯罪で言えば留置場みたいなところですね。だから判決が出て刑が確定して刑務所に行きますから、まあ、これが地獄だとすると留置場みたいなものですね。まだ刑が確定してないと。そして最後の審判で刑が確定して、でみんなこちらのゲヘナ、地獄に行きます。そしてハデスも地獄に投げ込まれると、こう書いてあります。そして千年王国が終わって、最後の審判の後、新天新地になって、でそこに新しいエルサレムが降りてくると、こういうふうに言っております。ですから私たちは死んだら新しいエルサレム、天国に行きますね。そして千年王国に降りてきて、そのまま新しいエルサレムに住むようになると、こういうような形ですね。ですからどうぞそのことを覚えてみておいてください。もっと詳しく知りたいという方は、世界の終わりという本がありますね。そちらに
書いてありますので、詳しくというか同じように書いてありますので見といていただきたいと思います。それでキャンプのお知らせをね、世界中に喜びの歓声が湧き上がった。白馬のスネゴイキャンプが2月の17日から19日の間に行われます。それで、スキーとかスノーボーができますし、また、温泉に入ることができる、行ったりすることもできるんですね。まあ、それで、休んだり、あるいはノンクリスチャンの方が、ね、救われたりしますね。ですからいろんな方々も連れていらっしゃってください。それとともに、白馬っていうのはね、黙示録の特別な言葉を表す言葉で、私はあの白馬におけるキャンプにおける特別な主の御心を表していると思います。またスネルゴイキャンプっていうのは 3,40 年前に新井先生
を通してね、主が始められたこと で、その当時の日本のキリスト教会に大きな影響を与えたというふうに私は独断と偏見で思っております。でカリスマの働きを広げるだけではなくてね、もう岡津嗣美先生とか中川健一先生とかそうそうたるメンバーが、ね、活躍していましたよね。そしてそれを引き継いでるというふうに感じております。で特にあのリバイバルの働きの大きなポイントであるということを感じるんですね。それで、映像の働きとか、あとブログの働きとか、オーケストラの働きとかね、こういろいろ行います。でどうぞあの皆さんもいらっしゃってください。それでちょっと最近思ってるんですけど、死の十字架は、ね、スマートな教会になると、こういうふうに言われてるんですね。昔からその予告がありますね。で一つはそのオーディオ関係ですね。インターネットとかこういうスクリーンとか、こういう関係に関しては他の教会よりもちょっと進んでるかもしれないのでね、そういうことをポイントとして言われてるなというふうに思うんですが、もう一つ、オーケストラが出るとなんか上品に見えません？ね、違うでしょ。例えば松川君がただ立ってるのとこうやって立ってるのと全然違うっていう感じがしますよね。だから、もちろんそういうのを望んでないんですが、なんかオーケストラがいるだけでね、それがちょっと雰囲気が上品になるっていうか、そういうような感じがあるので、あ、これも含んでんじゃないかなっていうふうに思いますし、またオーケストラの働きはね、もっと進んでいきますので、どうぞそのことを覚えておいてください。それでね、ちょっと私もこだわりがあって、何のこだわりが あるのかというと、聖書で一番出てくる楽器はね、縦ごとなんですよね。ダビデも縦ごとでしょ。具体的に、あ、これはね、買わないといけないんじゃないかなっていうふうにね、感じてたんですけども、中古の練習用がね、どうも買えるようになりそうなんですね。あとホルンね、これも中古の練習用みたいなのが、まあみんな中古ですけどもまあ聞いてる人は分かんない買えるようになるかもしれないですね。まあ、勝手にですけど感謝したいというふうに思います。それとともに賜物の働きですね。で、賜物の働きの特徴は日本においてはね、有力な講師が来てその前に賜物の働きが起こるっていう、そういう形をとってますね。ただ、この白馬キャンプで主がなされているのは違う働きですよね。それはね、一人と一人を通して技が起こってくるっていう働きです。で、主の住家の働きっていうのは今までとちょっと違うんですね。ママ氏とか、赤坂教会、井上先生とか新井先生を中心に起こってきたのが、ここではですね、もういろんな教会でいろんな人たちを通して表されていると。で、神様の御心は、ね、そこにあるということを思いますし、そのリバイバルの働きもそのいろんな方々を通しての技が大きくなっていくということを感じるんですね。でそのポイントがここにあります。そしてですね、皆さんの中からすごい四つが出てきます。いいですか。キャサリン・クルマンとかチョウ・ヨンギとかライオン・ウッド・ボン教を超える器が出てきます。そんなことあるもんかっていうかもしれませんが、彼らは立派ですよね。人間で比べるとはかないません。しかし皆さんね、働いてるのは主なんですよね。彼らじゃないんですね。そしてね、リバイバルはね、今さらに大きくなろうとしてますから、皆さんを通して、ね、特別な働きが、ね、起こり始めるので、どうぞ皆さんね、期待しつつ歩んでいってください。重要なポイントを持ったキャンプであるのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。でもう一個ビデオを見たいんですが、ビデオを見たらそれで終わりになっちゃうので感謝と賛美とリバイバルキャンプがあります。でこれは感謝という特別な事柄をね、主が導いてくださって、これは単に教えてくださるだけではなくて、飯であると私は思っております。ですから皆さんの飯でもあるので、さらに深く感謝のことを知りね、対応してみてください。それとともに賛美がリバイバルのポイントだということを示されています。で、ハリウッドで、ね、路上をやりますので、どうぞ皆さんね、いらっしゃってください。それとともにね、結構こっちは強いですからね、断られても断られてもめげないみたいなところがありますよね。それとともにですね、スティーブさんが、賛美を見てくださるんですが、見て評価されるというのは素晴らしいことなので評価されていただきたいと思うんですが、でもこちらの狙いは評価されることではなくて、アメリカに賛美が浸透していくことなので、ビジョンを持つ方は英語で
で英語でね、何歌ってるんだか分かんない英語じゃなくて、まあ、我々に分からなくてもいいんですが、向こうの人が理解できるような英語でね、歌っていただきたいと。そしてね、浸透させる、ね、で今ね賛美を通して特別な動きが起こってきてると私は思ってるんです。それ自殺者がね次々とこう半年か1年ぐらいの間でしょ、4人かな自殺やめてるでしょ。それ以前なかったですよね。それからいろんな方々が賛美を通して救われてますよね。あと病院行ったりなんかするときノンクリスチャンのお医者さんが癒しが起こってるって言ってますよね。でも俺は特別な例の働きであって、これはどこでも起こっていることではないと私は感じております。で今起こり始めているんですね。それは聖霊の手であって、聖霊はね日本だけではなくて全世界でさらに働きを広げようとしてますし、まあ、予言では一番最初にヒットするのはアメリカだっていうね、まあ、外国でヒットするって言ってますけども、まあ、おそらくアメリカだろうというふうに思うので、どうぞ皆さんね、岩にぶつかって砕けても、もうどん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 ぶつかってください。で砕ける波がね最終的には岩を砕いちゃうから、ね、ですからどうぞそのことをね覚えておいていただきたいと思います。それで2月5日に、殉教26世紀の殉教の、集会が行われました。で、記念の集会ですね。で、これはこれから迫害時代が来ますから、それに対する備え、あるいは宣教における、ね、いろんな危険もあるので、それに対する備えというのが一つ大きなポイントであるんですね。でもですね、今までの殉教政界とちょっとね違ったっていうふうに感じます。それは何かっていうと、ジャッキー・ジュレッタたちが殉教したその記録をちゃんとつけておきなさいって主に言われたんですね。それで私ね書き始めたんです。そしたらそれがね先週が一つの区切りだったんですね。でちょうどその時に殉教政界でしょ。でこれはね皆さん偶然だと思うかもしれません。私ね偶然だと思うんですね。まあ、時代が近づいてきてるっていうことと、また宣教においてね殉教が起こりうる状況になってきたっていうことを神様が言ってるということを思います。ですからどうぞ皆さんね、もう違う時代に入ってきたぞっていうことをね覚えておいてください。そして今回ねその26世紀のことを見ながらね、ちょっと私思ってたことがあるんですね。それはちょっと前までね子持ちなんですね、まあ、彼らの意志の強さ、天における願いの強さ、献身の強さで、困難に屈しない精神の強さ、ね、それを、ね、学んでいかなければいけないってね、でこういうふうに感じてたんですね。でもねちょっとね見方がちょっと変わってきました。それは何かって言いますとね、我々は26世紀がやったことしか見てないんだけど、実はねその中に主が働いてるってことを感じ始めたんですね。最近いろんな映画見たりなんかするときにちょっと感じるんですね。でこの間何見たっけ、スパイ、ブルディオブスパイね、それから杉原千畝の映画でもそうですけど、彼らの映画を見てると、まあ、彼らが立派だったなってことは分かるわけですが、しかしね、はっきり感じるんですね。これはね彼らの動きしか見えてないけど、実はね主が働いたことだったんだなってことをちょっと感じるんですね。そのブリッジオブスパイでもね、そのポイントのなる弁護士さんがいろんな交渉を立ててるんですね。だから交渉がうまいって形で映画で映してるんですが、あれは主の確認とかなんかがないとできないことだなと思う、私が感じることがいくつもあったんですね。だからあの弁護士さんが確かに主に用いられて素晴らしいことを成したにしろ、やったのはね主だなというふうに感じました。そして今回その26世紀を見ながら思ったのは、何を思ったのかというと、あれは主だなということを思うんですね。そして主が特別な助けを彼らにしてたぞということを思いますし、また我々がねリバイバルの時代あるいは迫害の時代においてもね、この恵みが一つポイントであるなということね非常に強く思いました。それとともにですね、先週はねゴスペルシードがミャンマーの教会行ったんですね。でなんか1200人ぐらいでっかい教会あるんですね向こうね、結構クリスチャンいるんですね、あそこだけいるのかな。そしてそこで賛美して、それからなんか外もいっぱいになるほど人が集まって3000人ほど集まったって言ってましたね。
そして、証し、息子さんの証しが用いられて、賛美も、ね、非常に用いられました。感謝したいと、こういうふうに思います。また、昨日はね、久保田君がバカバカ出してましたね。映画祭に行って、それからウォールームの主役とか、なんかいろんな人たちをね、取りまくってましたよね。あたかも独占してるかのようにね。で、映画の働きが向こうで進んでおります、ね、感謝したいというふうに思います。まあ、同時にいろんなチームがあっちこっちに行き始めるっていうね、そういう一つの動きがもうすでに現れてきてるかなと、こういうふうに思うんですね。ですからどうぞそのこれからの働きのためにね、祈ってください。それとともに、今週はですね、これがあるんですね。木曜日に渋谷 J フェス、ゴスペルフェスか、ね、代々木公園で野外音楽堂で11時から始まりますので、4時まで11時でいいんです。あ、10時半か。どうぞ皆さんいらっしゃってください。23チームかな、4チーム出て、そして1チームはトゥルバインだけど、あとは全部アンテオのチームが出てね、そこでやりますのでね、どうぞお友達やなんかを連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、一つ神様が打ち破ったことがありましたね。何が打ち破られたのかというとですね、日本の個人 の, ファミリーホームがですね、土地と建物が、できたんですね。ところがまだ認可を受けてなかったんですね。でもね、認可が出たんですよね。出た、ね、ですからね、皆さんね、ゴーできるんですね。もう感謝したいというふうに思います。皆さんはあんまり喜んでないけど、これ皆さんね、すごい奇跡なんですよ、皆さんね。まあ、第一ね、一然の石がみんなで反対したからね、それがひっくり返ったっていうのはね、すごいあれですよね。だからなんか印書いておきましょうかね。ファミリーホームが始まったらね、石然の石がサラサラになってるやつもちろんこれはね、カラシダの会がやってるのをこちらが協力してるっていうことですけど、もうまさに主の働きは素晴らしいっていうことを感じます。で、主はね、第2第3の、やつを作りなさいっていうことを言ってますのでですね、どんどんね、さらに進んでいきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、ここで4節の Y に、あなたに恵みと憐みとの冠をかぶらせて、こう書いてあります。で、これはどういうことかって言いますと、旧約時代ですね、私たちは神と契約を結んだんですね、ユダヤ人はね。で、どういう契約かって言いますと、神の教えを守ることによって祝福されるっていう契約です。だから私たちは教えを自分の力で前は守っていかなければいけませんですね。ところがその結果、何が分かったのかっていうと、皆さんね、私たちが守れないって分かったんですね。そして自分は罪人だっていうことが分かりました。滅びしかない罪人だってことが分かったんですね。でもこれはもう初めから神様は分かってて、その契約を結ぶことによって私たちが滅びるしかないただの罪人であるってことを分からしたんです。そしてですね、主は開いたんですね、最後の救いのポイント。それは何かっていうと、恵み、そして憐れみです。で、私たちがね、救われたのはもう憐れみだけ、かわいそうだなっていう憐れみだけ、恵みだけですね。で、十字架を通して主はそれを与えてくださったんです。だから皆さんがね、神の前にふさわしくないって言ったのは正解。だから憐れみに詰まってください、恵みに詰まってください、十字架を通してね。そして私は何というものであろうと思うならば、それは正しい見解なのです、ね、それを神様が許してください、永遠の命を与えてくださった。で、その恵みの中心が十字架にある。それとともにもう一つの問題があります。それは何かというと、私たちが聖化されたり、あるいは私たちがですね、いろんな問題の解決を見たり、病の癒しを見たり、そして祝福を見るということです。で、これも恵みなんです。
恵みなんですね。ところが、十字架の恵みは知っていたとしても、その恵みに関して弱いって方がいらっしゃいます、ね、その弱いというのはどこで分かるかというと、技を見てない、ね、ということです。じゃあどうしてそういうことが起こるかというと、皆さん、恵みだけでは不十分なんですね。恵みは信仰によって神様の働きが起こってくるわけです。だから信仰を使わなければいけない、ね、だから恵みだけでね、あ、私はもう罪人でどうにもならなくて滅びるしかない、私はもうダメだっていう人に神様は最高の祝福を与えてくださるんですが、ダメだっていうだけじゃ皆さん最高の祝福は現れないのです。だからそういう状況でいるクリスチャンでの結構多いんです。だから許されてるんだけど技が起こらない、祝福が起こらない、癒しが起こらない、栄光が起こらないということが起こってくるわけですね。じゃあどうしたらいいか、ね、これは信仰の使い方があるんです。恵みの受け方があるんです。これをしっかりと知っておく必要があるんですね。そして、信仰を使うって場合ね、この信仰というのは何かというと、神の言葉に信頼する、あるいは神の言葉に従うということです。これは信仰です。だから神の土台に立つわけですね。そうすると聖書とか示し点いっぱいありますが、もう山ほどあると。だからそれに従っておいてください。いいですか。しかしですね、中心的なことは4つです。だから中心的なことをしっかりとさせて、そしてやっていくというのが1つポイントですね。じゃあ中心的なことってのは何かって言いますと、もう時間がないんですね。これあんましやってるとね、ご飯食べる時間がなくなるんですね。でまた変なこと言ってるとまた遅くなる。最初はですね、悔い改めです。私たちは単なる罪人ですけど、でも悔い改めて十字架によって清められるということが基本となります。だからね、皆さんが弱かったとしても、また繰り返し罪があったとしても、一つ一つ悔い改めてください、ね、神様は許してくださいます。これは1番目。で2番目は何かっていうと、祈るっていうことです。これが恵みを私たちに満たす大きなポイントです。例えば、裏紙の4番くずれの時に80名ぐらいの人がつまずいたんですね。1人だけつまずかなかったんですね。迫害があったのね。高木正門だけですね。なんか弱々しい人だったそうですね。でどうしてつまずかなかったの。祈ってたんです。だから皆さんね、具体的に祈るかどうかって大きいんです、ね、でそうするとね、まあ、ちょっと元へですが、例えば、悔い改めがちゃんとできないとか、祈ることがちゃんとできないっていう人も出てくるんですね。そしたらね、祈れるようになってくる。ポイントを祈れるようにね。そしてちゃんとポイントをついて悔い改められるように祈ってください、ね、祈りの時間が足りないっていう人はちゃんと5時間祈れるように祈ってください。いいですか。主の助けを受けながらやっていく、ね、これは重要なことからですよね。でどうして祈ってたから。例えば私はですね、人前がダメなんですね、もともと。それでね、最初に新学生の時に人前で説教した時に2日間眠れなかった。徹夜になりました。で私は思ったんですね、あ、このままじゃ牧師になったら死ぬぞと思ったんですね。でもね、私進学校の時は考えられないような数千数万とかたくさんの会衆の前に立ちます。そしてね、一番大きな会衆の前に立った時もね、蝶が飛ぶように自由ですよね。理由は何か、祈ったんです。祈りが大きなポイントです、ね、もう終わっちゃうので、それで2番目は何か、感謝。あ、3番目か、感謝です。で感謝の時に、その前はね、私の人生に良いことが起こり悪いことが起こると、悪いことは変わらないといけないと。それで祈ったり信仰の対応を取ったり断食をしたり、ね、ひっくり返るまでやりました。ひっくり返らないこともあったんですね。でそうなりますとね、あるものは祝福と見、あるものは呪いと見てたってことになります。で感謝っていうのはですね、この悪いことも主の許しの中にあり、祝福のポイントとしては用いられるということなんですね。全体を信仰で進むということ。それで皆さん感謝し始めて、すごい奇跡見始めてる人たくさんいるでしょう。
私もたくさんの恵みを受けました。そしてね、聞き従うということです。私もいろんな本を書きながらちょっと思ったんですね。多分私はですね、いろんな奇跡をたくさん見てる方だと思いますですね。でどうして見てるのかっていうと、まあ一つは思いますね、証し人として立てられてるので、証しするために立てられてるなとこう思いますね。それともう一つ思うのは、どうしてそうなったのかっていう時に、これですね、聞き従いがポイントであるってことを感じました。これですね。そしてですね、皆さんね、我々は愛されてるんです。最高の祝福を与えられようとしてるんですよ。だから恵みが私たちの上にあるんです。しかしね、その恵みを私たちは受け取る対応を取らないといけない。そうすることによってね、主の素晴らしい祝福を見るっていうことを覚えてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご良いことを皆さん話してください。語られたことをしっかりと握って、最後まで従うように主は語っている方がいらっしゃいます。最後まで従うときに逆転を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを皆さん話してください。なんか途中でちょっと失望しちゃって従うことをやめたい人がいますが、ちゃんと悔い改めて従い続けるように、また失望したことに関してはちゃんと聞くように、理由がはっきり分かります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを皆さん話してください。お願いします。何か捧げるように語られている方がいらっしゃいます。また癒しの祈りをしたいと思います。天の様、お一人お一人の稼働精神に癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名で病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名で、お一人お一人の家族精神に癒されよ。イエスキリストの御名で、お一人お一人の家族精神に癒しを宣言する。喉がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。胃がちょっと悪い方が癒されました。腰が痛い人が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の家族精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってアメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますよ。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。スクリーンをご覧ください。はい、スネゴキャンプ申し込んでください。はい、渋谷ゼーゴスペルですね、2月11日です。感謝と賛美とリバイバルキャンプ申し込んでください。今日は東京カリスマ聖会ですね。で、白馬賛美大会が4時半からハヤットで行いますので、時間を間違いになりませんが、北陸聖会と町田聖会が行われます。はい、あとはいつも通りです。報告をお願いします。早めに白馬スネイゴイキャンプが2月17、18、19日と行われます。お申し込みされている方は、この明日月曜日までに宿泊費のお支払いをお願いします。またそれ以降になる場合は、何日になるということをご連絡をお願いいたします。で、お部屋が取れる限り、ギリギリでもご参加いただけますので、ぜひお申し込みください。白馬スネイゴイキャンプ、白馬キャンプのバスのご案内です。1、2号車とも満席になりましたけれども、補助席の方どうしてもご利用になりたい方おりましたらお申し出ください。それから、教会の礼拝部からのお知らせです。今日は、白馬賛美大会関東予選が4時半スタートとなっておりますので、この場所で行われるインターナショナルサービスは2時半スタートと繰り上がりますので、お願いいたします。